ゆのりのどもゆのです。はい、今回はですね、僕がいつも使っているリスペクトじゃなくて、なんだったっけ、リメイクじゃなくてリピート、僕がリピートしている商品をご紹介したいと思います。それでは最後まで見てってください。はい、ということで一つ目の商品をご紹介したいと思います。一つ目の商品はこちらです。ダン、見えますか。こちらセザンヌラスティンググロースリップ、ブラウン系の口紅ですね。こちら101番、こちらのお色味でございます。これは使うきっかけが関根梨沙さんが紹介してて、動画で、それで気になって買ってみたんだけど失礼、めちゃくちゃ使いやすいし、めちゃくちゃ色もメンズでも使いやすい色かなって、結構こうなんて言うんだろう、ブラウン系で濃いめに見えるんだけど、塗ってみるとね、こんな感じで、これを口に塗るとこんな感じ、なんかナチュラルに血色感のある唇にしてくれると思ったので、僕はこれが好きです。もっと濃くなりたかったらね、何重もこうグリグリってやったら結構濃く映るんだけど、メンズだったら1回2回ぐらいで全然いい感じで、でここにも書いてあるんだけど高保湿なんで、結構ツルツル潤う感じですね。ツヤ感のあるリップです。結構自分は唇乾燥しやすいんだけど、これを使ってから乾燥しなくなりました。ティント感は自分はあるかって言われたら、そんなに色がずっとこうついてるっていうイメージはあんまりしなかったです。お気に入りの商品になります。では次、続いてはこちら、でん、メイベリーニューヨークのハイパーシャープライナー R BR3 番ピーチブラウンになります。こちらアイライナーですね。で自分これもう2回目です、買うの。色が見える？こんな感じ。うわ、スマホの携帯だから見えにくいね。もう見た感じ本当にこう赤、ブラウンにピンクが乗っかった感じの色味で、結構発色がいいですね。で自分普通のなんていうの、ブラウン、これのメイベリン、これもさっきの同じ商品の、これは BR2 番、ブラウンブラックっていう色なんだけど、これはね結構ブラウンよりブラックの方が強いから、目をこうパキッと見せたい人はこれがいいんだけど、と思うんだけど、自分結構なんて言うんだろうな、元々目力は強い方だから、これを使っちゃうと目みたいな感じになって、今もさ目頭にアイライナーは使ってるんだけど、今これブラウンブラックで書いてるのよ、ちょっと言われてるんだけども、使ってるんだけどさ、なんかここと比べてこっちは結構こうインパクト強い感じになって、自分はあんまりそっちよりかはここの色味の方が好きで、はっきりしすぎない感じでこうナチュラルにラインが引けるかなって感じで思うので、僕はこれをリピートして使っております。では次、続きましての商品はこちらでございます。ダボンセザンヌ皮膚テカリ防止したライトブルーでございます。こちら値段が700円ぐらいで、めちゃくちゃ安いのに下地としてすごいいい役割をしてくれてる感じです。この前はピンクを使ってたんだけど、自分の顔的には赤みが強い方なので、ライトブルーを使わせていただいております。これもリピート買い、めちゃくちゃ愛用している商品です。次はもう化粧品ではなくて生活用品と言えば良いでしょうか。そちらをご紹介したいと思います。バキューン、なんか何回も自分これ動画で出したっけ、まあ、覚えがないんだけど、これも紹介しておきます。デオナチュレ男ソフトストーン W 汗と匂いを、なんていうものこれ、抑える制汗剤でございます。これは本当に
にみんなに使っていただきたい。もう脇汗とかさ、脇の匂いとか気になる人はさ、これをちょっとポロポロって塗るだけでもう一日中匂わない、汗をかかない、これは本当に素晴らしい。自分結構脇がの人の匂いに敏感でさ、こうすれ違って絶対に今の人脇がみたいな、遊んでる時に絶対脇ががいるみたいなぐらい、もう本当に脇がに敏感で、脇がわからない人もいるさ、やっぱりなんか脇がじゃなくても、もうこれは使っていただきたい。脇がでも脇がじゃなくてもこれはもうね使うべき。もう脇が、自分が脇がかわからないってなった時もこれを使うべき。汗で悩むそこのあなた、これを使うべき。これは本当におすすめ。もうこれ以上ないっていうぐらい自分はこれをずっと愛用してて、もひたすら高校の時からずっと使ってるかも。これはねちょっと高いけどね、めちゃくちゃ塗るだけですごい効果が抜群です。これは脇がでも脇がじゃなくても使うべきでございます。次こちらでございます。これは柔軟剤ですね。結構一人暮らし始めてこういう柔軟剤とかを自分で選ぶようになって買ってるんだけど、最初ずっとリピートして使ってるのがこっちのアロマリッチ。これは何、ハッピーフローティア、ハッピーフルーティアロマの香りらしいです。これめちゃくちゃいい匂い。なんかもうやっぱ苦手っていう人もいるんだけど、これはねめっちゃいい匂いで、自分もよくこれを愛用してリピートして何度も使っている商品です。自分はあんまりこうボトルのやつを買わずに、こういう冷たい用のやつを買って安く済ませてこれを使っております。お、なんかね植物までの柔軟成分でふんわり柔らかく、ちょっと防臭抗菌、そして静電気を防ぐみたいです。こちらの柔軟剤すごい効果が見られるんですね。ということでこちらすごい僕はお気に入りの柔軟剤です。そしてもう一個、こちらの柔軟剤ですね、たまにここに飽きて、他の飽きてって言ったら、ダメか、ごめんね。これ以外にもちょっと冒険したいなっていう時があるんですよ。そういう時にいろんなものを使って、あ、この匂いだってなった商品がこちら。これなんて名前なの、ボタニカルベルガモット&シダーの香り。何言ってるか分かんないんだけど、これはめちゃくちゃいい匂い。何の香りかは分からないけど本当にいい匂い。これはマジでいい匂い。結構なんかいろんな能力をこいつは持ってるらしいです。赤ちゃん用の衣類も OK、 オーガニックエキス配合、防菌抗臭、抗臭じゃない防臭抗菌、静電気軽減、花粉吸着を、これ花粉吸着をこうやめてってするやつ、そして着色料、芳香剤、漂白剤を使ってないらしい。まあいいということでしょうね。自分はこういうなんか機能性より匂いで選ぶタイプなので、こちらもめちゃくちゃおすすめです。この2つぜひ気になった方は一度店頭に行って、テスターでも何でもなんか匂い嗅いで試してみてください。おすすめ。はい、ということで今回は僕がいつもリピート買いしている商品をご紹介いたしました。皆さんどうでしたか。よかったらね参考になっていただければと思っております。他にもリピートするような商品があればまた別の動画でご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。 Goodbye 君の運命の日。 A B C D E F G